ね、私がヒロインやってる作品あるんだけど、まだ役者決まってない役あるんだ。いや、演出かじってる人間で知らねえやつモグリだろ。ド名作じゃねえか。興味ある？愛の残した携帯電話は3台ある。そのうち仕事用とプライベート用の2台にはメンバーや事務所社員のログしか残ってなかった。何世代も前の方でダメになってたバッテリーの代わりを探すのは骨が折れたが、100通り試すのに半日かかった。1000通り試すのに1ヶ月。その携帯には十数名の芸能関係者のメアドや電話番号が残っていて、その中の一人がプロデューサーに連絡してくれ。なんで急にやる気に。アクアの演技楽しみ。あ、ただ多少問題のある現場だから覚悟はしてね。決まりですか？うん、ま、別に誰でも構わないし。所属タレントの広報活動は事務所の仕事よ。愛と生前交流のあったプロデューサーと接触し、毛根の一つでも回収できればそれでいい。今日は甘口でって作品、少女漫画原作ね。メインの役者も新人が多いし、規模としては少し小さめの作品ね。ネット局のドラマだから今見れるわよ。そんな顔してて楽しいな。何のよ。まずに、ただ猫を追いかけてきたらお前がいたから。はあ、なんだてめえ。お願い、2人ともやめて。なんか原作にいないオリキャラが活躍してるし、できるだけ多くの役者を使いたい制作側の事情ね。役者の演技も、演技未経験の子が多いみたいね。うっさいわね。そんなこと言ってたの？死ねよあいつ。今回のドラマはこれから売りたいモデルをとにかくいっぱい出してイケメン好きな女性層にリーチする企画なのよ。人は人に強くしてもらうものさ。笑ってこらんよ。誰が楽しくてわざわざ下手な演技をするっていうの？